はいどうも、こんにちは、フェイクです。ということで今日はですね、この瓶に入ってるこの虫、これ見えるかな、これキリギリスの幼虫なんですけど、多分そう、これをねたまたまね見つけたんで、今日犬の散歩に行ってる時に本当にたまたま草むらで見つけて、どうせなら飼育しようかなということで持って帰ってきました。ちなみにこの中に入ってるこのクローバーは全部四つ葉です。なんか四つ葉のクローバーをね犬の散歩しながら探してたんだけど、その時に見つけました。可愛いよね。これまあ飼育してみようかなと思って。そう、去年ね実はプライベートで実はキリギリスオスメスペア飼ってて産卵させたんだけど、なんかまあうまくいかなかったみたいで帰らなかったんですよね。ってことで今回はこのちっちゃいキリギリスのね、多分キリギリスをね飼育していこうと思います。もうよ、なんかキリギリスとかさ、バッタのさちっちゃいやつってさ、正直見分けがつかんけんさ、なんかわからんけど多分キリギリスを飼育していこうと思います。ということで飼育環境を作っていくんですけども、まあこれでもいいんですけど、まあ正直ねそんな大きい虫じゃないので、もう本当に指先よりちっちゃいぐらいのレベルなんで、今日はね今回はこういうやつで、これ100均に売ってるやつなんですけども、僕がねあのカブトムシとかクワガタムシの幼虫を育てるときに使ってるボトルです。市販でね売られてるカブトムシクワガタムシ用のやつは高いんで、こうやって100均で買ったやつに穴開けて、いつもフィルターをねここに自分でかけて使ってるんですけど、それを今日は使っていこうと思います。100均のね500ミリだっけな、何ミリだろう、1000か500ぐらいのボトルです。はい、ここにまあちょっとマット、まあそんなマットは敷かなくていいらしいんですけど、マット敷いてフェイクグリーン入れて、で餌皿と水をつる、ね、水皿かなを入れて飼育してみようと思います。多分餌はねキャベツとかレタスとかあげたり、あと多分たまにドッグフードみたいなやつをあげればいいと思うんで、うん、だから多分なんなら人間の残飯とかでも食べるんじゃないかな。キリギリスって多分雑食性だったと思うから、うん、まあそれはねちょっとおいおいやっていこうと思います。今回はとりあえず飼育スペースを作るだけです。餌やりはまた今度やろうと思います。ということでこれを使います。これおがくずなんですけど、まあこれなんでこれを使うかっていうと、なんとなく個人的に匂いとかが好きで、あのクワガタとかの飼育のねマットでも使ってるやつなんですけど、これを使おうと思います。うん、そんないっぱい多分入れんではいいんだけど、まあ、ある程度入れていこうと思います。これぐらいでいいかな。うん、もう本当に高さ1センチもないぐらいで敷いて、でここにフェイクグリーンを入れます。僕の名前ですね、これも100均で買ったやつ。お金がねあんまりないんで、基本的に100均で買ったやつを使っております。これをこう適当に入れて、まあ 2,3 枚入れとけばいいんじゃない。うん、こういうのを、あ、これをもう一個入れとくか。はいこうやってまあ入れといて、隠れ家的な感じですねのができたんで、ここにまあ霧吹きで水を適当にかけて、で水皿を作ります。これも100均で売ってる、なんかねあのラメとか入れるやつなんですけど、あの僕はねこういうのなんか抜け殻とか全部取っとくタイプの人なんですけど、虫のね自分が飼育している抜け殻とか取っとくのが好きなんですけど、まあ、この前もなんか動画でザリガニの抜け殻持って帰ったと思うんですけど、その時に保存用で使ってるやつなんですけど、それにティッシュを丸めて詰めます。適当に詰めて、でここに霧吹きをこうやってやれば多分湿るので、はい、で湿ったら多分これはキリギリスが多分ここのやつを噛んで多分飲んでくれる。うん、知らんけどね。うん、みんななんか昆虫系の YouTuber さんとかはこうやってさ、なんかペットボトルキャップとかにこうやってやってるやん。でもうちんちさ、あんまペットボトルとかジュースとか飲まんけんさ、ペットボトルキャップとかあんまないよね。だけどまあこういうので代用しようと思います。多分これでいけると思う。うん、まあ、定期的にね霧吹きしてあげれば、もしかしたらこういう風に表面についた水を飲むと思うんで、いらないのかもしれないんですけど、下手したら溺れるよねこういうのって。うん、だけど大丈夫なんかな、こんなにでかい水滴がついとって。わからんけど、まあいいや。うん、まあ、この中に適当に入れて、はい、 あえ、倒れるんだけど、何これ。まあいいや、こんな感じで。難しいな、ちょっと難しい、思ったより難しいよこれ。入れて、はい、入れました。そしたらまあ本題のねこのキリギリスくんを入れていきましょうか。ちなみにこのケースも100均、
うん、おお、やっぱり出てきた、出てきた。見えますでしょうか。ちっちゃいね。本当にもう指先より全然ちっちゃいよ。で、なんかこれぐらいのサイズのキリギリスとか幼虫の頃のキリギリスって、俺のこれは経験から喋るんだけど、全然警戒心がないの。だってこんなに近くにいた。うわー、あ、やべ待って、あ、待って待って、警戒心がないとか嘘かもしれない。ああ、あのさ、あんまね、あんま足とか掴みたくないよ。あー、待って。見殺して。待って。よいしょ。よいしょ。やっと捕まえた。痛い痛い痛い。噛むな噛むな。これ緑の虫って、まあ緑の虫ってか、まあカマキリとかバッタとかキリギリスっていうのは、足を切り、自切しちゃうんで、そう。まあなんか生えてはきますけど、またね。あ、ちょっと待ってよ。すごい元気。自切しちゃうんでね、あんまり足とかを掴むのはダメだと思います。はい。入ってもらって、閉じると。はい、ということで完成しました、キリギリスくんのお家。水とか飲んでくれんかな。ここにいるんだけど。じゃあ、あんまりね、ちょっと近くで観察することはできなかったんだけど、ちょっとまあそれはね、またちょっと大きくなってから観察はしっかりやっていこうと思います。はい、ということで今回はキリギリスの幼虫の飼育環境を作ってみました。多分ね、これからもこの子の成長の過程は記録として残していくと思うので、よかったらチャンネル登録もしていただけると嬉しいでございます。 Twitter もねやってるので、そちらの方もフォローしてください。それでは今日はこの辺で終わっていきます。おやすみ、バイバーイ。